い、エメさんこんにちは。貨幣研究室ファイナンシャルプランナーの伊藤です。今回はですね、新しくまた発見しまして、若干一か八かところはあるんですけど購入してみました。貿易銀ですね。明治9年の、貿易銀になります。こちらね、もしかしたらなんですけど、ちょっと鏡っぽいんですよ。だからもしかしたらプルーフライクがつくんじゃないかなと勝手にまあ期待はしているんですけどね。こちら金額も、買った金額も言うと36万円ぐらいで買ったんですね。まあ、あの未使用というよりはちょっと若干未使用マイナスみたいなレベルのもので買ってはみたんですけど、もしかしたらいけるかもしれないというので買ってみました。あの、もちろん偽物ではないです。本物であるのはこちらのね、鑑定書がついておりますから、偽物ではないっていうのははっきりしてるんですけども、まあ、あとは、あの、どういった評価が実際に PCGS でつくかっていうところになってきますね。こちらも鑑定に出して、結果を待ちたいなと思ってます。これまで貿易銀何枚か購入してますけど、その中では一番プルーフっぽい感じがします。なので、プルーフライクですね。プルーフライクっぽい感じがしますので、これはちょっと期待して鑑定を待ちたいと思っております。まあ、数字自体の評価はそこまで高くないかもしれませんけど、まあ、PL がつくかどうかね、そこ一回期待しておきたいなというふうに思ってますね。まあ、なかなか全国各地探していくとね、出張のついでに探したりしてるんですが、たまにこういったものが見つかります。もちろん全部がね、鑑定出したら全部うまくいくとは限りませんので、まあやっぱり複数枚持って数枚当たればいいかなっていう形ではあるわけなんですけど、まあ今後ね、また貿易銀、一円銀貨等ね、入手しましたら、鑑定に出した結果をね、出す場合もあるし、まあ鑑定に出す場合のものも結果につながるようなものもね、あの、公開はして、実際本物を見てもらって、どれぐらいのものがつくかっていうところもね、ぜひ知っていただくといいと思いましたので、今回、掲載いたしました。間違い、これは本物であるのは間違いないです。あとは結果待ちというふうになりますね。半年ぐらい経ちましたら、おそらく帰ってくると思いますので、また公表したいというふうに思っております。ぜひ楽しみに待っていてください。私もすごく楽しみです。もし、万が一これ、ディテールズがついたとしてもね、それはそれでまあ、私の目が、目利きが良くなかったということなので、勉強しなきゃいけないというふうになるしね。まあ、目利きがうまくいってれば、正解というふうになりますからね、ぜひ楽しみに待っていていただければと思いますね。今回は、貿易銀明治9年のものについて、ご紹介いたしました。最近は未鑑定のものを買ってね、鑑定にチャレンジというのを、まあ、自分の中でやっておりますけどね、うまくいくことを祈っております。また新しいものとね、入荷しましたら動画にて公開したいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。